昔話、スプラトゥ太郎。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山へ色を変えに、おばあさんは川でイカになり溺れました。おばあさんがどんぶらこどんぶらこと流れていると、変なのに助けられました。おばあさんは変なのを持ち帰り、おじいさんと食べることに。変なのを割ってみると、中から若葉が出てきました。おばあさんはそれを持ち鬼退治に行くと言い出しました。途中犬猿記事にあったので、おばあさん色にすべて変えて仲間にしました。そして仲間と一緒にカラフルな鬼ヶ島へ。そこには鬼が4体いました。4対4のガチマッチ、鬼対ババアたち、ガチ殺しバトル鬼ヶ島。しかし鬼たちの武器はなんと消防車ホースから一気にビシャー。これでババア軍全滅と思いきや、ババアがいない。なんとすごいスピードで攻撃をかわしていた。なんとババアのアイテムのギアはすべてババ速だった。スーパーババ速で逃げる。鬼たちは先ほどの攻撃でインク切れ。その隙をついてババアは鬼を一体撃破。そして鬼たちに襲いかかる。だが鬼たちもインクが溜まった。攻撃ブシャー。向かって行ってたババアは避けれない。これで終わりだと思いきや、若葉のババアリア、梅干しの形のババアリアで攻撃を防ぐ。そして鬼2人をやっつけて残りの1人を追い詰めた。これで試合終了かと思いきや、鬼の角からインクが出てきた。もう勝ったと思っていたババアは攻撃を食らってしまった。ババアこのまま負けるのかと思いきや、ズシャ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 、遠くからの攻撃で鬼死亡。なんと遠くからジジイがチャージャーで撃破。結局スプラトゥ太郎は出ずに、めでたしめでたし。チャ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 チ